日本北海道上川郡下川町サンルサンルは、北海道上川地方の上川郡下川町にある、地名である。郵便番号は098-1211である。下川町の北部に位置する。地域は、山林、再装置として利用されている。東は1の橋、南は上名代、北町、3の橋、西は、名代、ろし、北は、大武町に接する。サンルは、 サンルッペシベとして、江戸末期には、松浦武史郎、明治初期には、佐藤正勝による記録が見え、名寄盆地とオホーツク海を結ぶ峠道であった。その開拓は、1906年に、岐阜団体が入植して始まった。当時は、サンルベシベ御領地と呼ばれた。1917年にサンルガー支流の鉱山、沢川上流で金の路頭が発見されたことにより、 鉱山としての開発が始まり、1926年から1943年までの三井鉱山株式会社によるサンル鉱山の創業中は、個数300個を数える市街地を形成したが、閉山により消滅した。その他の地域は農林地帯として発展し、飛工場や澱粉工場もあったが、サンルダム建設による水没予定地の立ち退きのため全鉱移転となり、 無重地となったことから、1999年3月31日にサンルコークが廃止された。地区内を流れるサンル川に由来する。ありがとうございます。